仮面？少し恥ずかしいけど、確かに私の過去の一部ね。鳥はなぜ飛ぶと思う？
もちろん、かつての私は必要のない疑問だと思っていた。鳥たちはもともと飛べる。それは私たちが持ち合わせている本能と同じで、神様が許した施しなのだ。しかし、こんなこじつけに等しい理由でも、なぜ鳥が飛べるかについての解釈でしかない。なぜ飛ぼうとするのかは不明なままだ。みんな聞いてくれ。ここにいる一人一人は生まれつき見る能力、聞く能力、遠方へと旅立つ能力、全てを征服する能力を備えている。しかし、それは一種の権力なのだ。それを放棄した者も私たちはたくさん見てきた。しかし、飛ぶことを諦めた鳥を見たことがないのはなぜか。みんな、私が言いたいのは、もし運よく世界の起源まで戻れたとき、最初に目にする鳥は翼を持っていないのかもしれない。その生き物が持っているのはきっと神に祈りを捧げることで授かった翼ではなく、空に触れたいという思いを秘めた月のごとく高貴な心臓なのだ。実に勇気のある人だ。実に勇気のある人だ。しかし、今回はいつもより長いようだ。行こう。別の場所に行ってみるべきだ。
先ほどの記憶はすでに忘れ去られた断片だ。ここに再びこの身に帰ってきたのだろうか。まあいい、そう重要なことでもない。蘇った記憶ではなく、君たちの夢なのか。すまない。行きましょう。Thank you.
ここは本当に学校だわ。子供がたくさんいるわね。似通った夢は互いを引き寄せ絡み合う、こういうことだったのね。この子たちはお互いのことを知らないのかもしれないけど、似通った願いが同じ夢を見させている。でも学校で好き勝手に遊ぶ夢なんて先生のこと無視しすぎじゃない？子供たちはみんな楽しそうにしてるわね。ある意味で夢から起こしたくなくなっちゃうわ。でもね、みんな夢がただの夢だと価値がなくなっちゃうのよ。どうだ、なかなかだろ。はあ、上手だね。これって飛行船？かっこいいね。そうだよ、学校より大きい飛行船なんだ。あの男の子が子供たちを引き寄せてるのね。もしかしたら変化のきっかけになるかも。こんにちは。あれ、君も僕の絵を見に来たの？本気で見たいって言うなら教えてやってもいいよ。見せて見せて。うん、よくできてるわ。でも、まだまだね。
はあ？そもそも君は誰？僕の方が絵が上手いから嫌がらせしたいだけだろう。私はいろんなマン。うん、絵を見てきたからその良し悪しが一目でわかるのよ。ちょっと年上だからって調子に乗るなんて子供っぽいよ。あなたの絵には大事なものが一つ欠けてるの。ふん、言ってみなよ。この飛行船ってとある冒険団に乗ってる絵を模写したのよね。私もその本を読んだことがあるわ。そうだよ。でもそれがなんだって言うんだ。絵とそっくりじゃないか。色だって全く同じなのに。なら主人公がいつも口にしてるセリフも覚えてるわよね。私は世界を飛び回って空の隅々に自分の名前を残すんだ。主人公は飛行船を操縦していろんな国を渡り歩いた。そして行く先々で出会った人たちはみんな彼とその飛行船のことを覚えてくれたでしょ。そうだよ。だから僕は憧れてるんだ。いつかは彼みたいな冒険者になってみせるよ。でもこの絵にはあなたの姿がないじゃない。彼の夢をそのまま描いただけで何の変化もない。それじゃあ一人前の冒険者になれないわ。僕は これでいいわね。話し合う人たちが多ければ多いほど子供たちは自ら変わるきっかけを見つける。この夢に絡んでいる人たちもその影響を受けるはず。実はね、私は他の学園の学園長なのよ。あなた、さっきの話を聞いてたの？
かれた人たちは鏡で、目標だけど、それに縛られて、そこが限界だと思ってはいけない。本物の冒険者なら、開拓者の足跡をたどって、もっと遠くまで行って、まだ誰もがたどり着けていない未知の空へと、自分の夢を飛ばすべきだって言ってましたね。ええ、そうよ。この数百年、数千年の間、数々の冒険者が自分の夢を追いかけたから、人類の世界はここまで栄えたの。それこそが文明なのよ。なら、ちびっこ先生、僕たちはどうすれば本物の冒険者になれるんですか？ちびっこ先生。いけない。私は冷静沈着な大人のレディーなのよ。子供相手にムキになってどうするの。うん、簡単よ。自分の夢から目覚めることが冒険者になる最初の一歩よ。誰だって夢を見る。夢の世界ではいろんな想像を形にできる。でもそれだけじゃ足りないの。だってこの世界には夢で見るよりも面白い、想像できないような存在がたくさん隠されてるんだもの。それって何？残念だけど、私も知らないわ。はっ！ちびっこ先生の嘘つき！嘘じゃないわよ。私が知らないのは、それがまだ作り出されていないから。その面白い存在は、今、あなたたち一人一人の心に眠っているの。私たちの心？ええ、あなたたちは豊かなアイデアと想像力を持ち合わせてる。だからその手で誰もが見たことのない未来を描き、熱意で夢をさらに遠くへと飛ばして、勇気を振り絞って最初の一歩を踏み出し、道を探し続け、まだ存在しないものを作り出せば、たとえそれが些細なものでも最終的には冒険者になれる。でもそんなチャレンジすらできないなら、あなたたちの思い描くカラフルでキラキラとした作品を見る機会なんてないわ。はぁ、すごく残念よね。
今は存在しないもの、作品。そうだ、こんなのはどう？本よりもずっとすごい飛行船を描いて。それを作って空を飛ぶんだ。あ、なんかかっこいいね。これも一緒に作るよ。バクマ、バクマ。そうね、私にできるのはこれくらいかしら。あとはあなたたち次第。きっとやれるはずよ。だって世界はあなたたちの手で変わるんだもの。次はどんな夢なのかしら。マジかよ、前も残業で来られないって言ってたよな。あいつらのプロジェクトチームがどうなってるのかお前も知ってるだろう。ありゃどうしようもねえ。さっさと行こう。ねえ、ヘアピンを止めるのを手伝って。早く早く。だからこれはバレッタでクロスヘアピンじゃないってば。なんで一緒につけるのよ。
まあ大丈夫よ。ずっと行きたがってたじゃない。他のことは後でどうにかできるから。ライブを見逃したら次なんてないよ。天子はなんとかごまかしてあげるから心配しないで。でもちょっと怖いねえ。あそこにいる知らないおじさんがずっと見てきてるんだけど。大丈夫大丈夫、一旦家に帰ろうか。でも私もっといい学校に行けるはずだったのに。父さんは十分満足してるよ。何しろ自慢の娘だからな。でも私おや、泣かないでくれ。大丈夫だよ。あの学校も十分いいところじゃないか。この店、今日番号札がいらないとは。もしかしたらもう人気がなくなったのかもね。これでいい。あんちゃん、卵はいるかい？あんちゃん、あんちゃん、あんちゃんの分できたぞ。すまないが、結構だ。麺は。すまないが、結構だ。
麺は美味しかった。だから君たちに言っただろう。一人の運命はその性格にある。運命に良し悪しなど存在しないが、性格はそうでもない。誰だ？僕にはかつてとある友人がいた。彼はある才能を持ってはいたものの、愚鈍でいつも他人の決断に頼っていた。彼の性格がそうさせたんだ。だから彼は優れた頭脳と信頼に値する心を持つ者に従った。その者の指示のまま動き、その者の運命を自分の運命にした。果たして彼にとって性格こそが運命という理屈は通じるのだろうか。ああ、すまない。昔ほど目が良くないんだ。ちょっと目の前まで来てくれないか。若者よ、君はヒーローを見たことがあるか？かつてたくさん見てきた。いやいや、君の思っているような類のものじゃない。私がこんな話をしたことは覚えているだろうか。世の中には一種の理想しか存在しない。それは他人の理想を踏みにじることだと。どんな理想でも他人の理想を踏みにじらなければ実現できない。認められないなら君自身が気づいていないだけだ。それを基準にして考えれば、人は2種類に分かれる。それができる者はヒーローと呼ばれ、他の者たちは凡人だと思われる。若者よ、そう焦るな。話はまだ終わっていない。ヒーローになることは誰もが望んでいる。しかし誰もがヒーローであれば、この世界はどれほどひどくなるのか誰もが知っている。だからこそ違ったヒーローが誕生したのだ。彼らの理想は全く逆であり、自分の理想が踏みにじられることを望んでいる。
世界を動かす規則も実際は彼らが維持しているのだ。しかし、この世界は誰もがヒーローであれば、この世界はどれほどひどくなるのか。確かに僕の立場から見ると彼の話は正しい。だがそれでもそんな者たちをヒーローと呼ぶだなんて認めがたい。ここの結末は現実で夢ではない。僕に似た来客が精神のアダムを訪れているのか。ビシュナの力を背負った戦士。向こう側の夢は少し違うみたい。ゼーレ、どうしてここにいるの？アインシュタイン博士から皆さんの計画を聞いて、私も力になれるかなと思いまして。博
話によると、世界の泡を感知できる私の能力は、夢の集合体にも一定の効果があるらしいんです。手伝いに来ました。迷惑でしたか？まさか。世界の泡を感知する能力、つまりどの夢がよりもろくてどの夢が集合体に大きく影響するかがわかるってことよね。博士の予想に問題がなければそうだと思います。よかったわ。何でも知ってるガイドさんが増えたみたい。ゼーレ、よろしくね。はい、頑張ります。ここは…ん？何かおかしなところでもあったんですか？記憶にある光景と重なったから少し感慨深くなっただけよ。もう何年も前のことだったわ。あの時、一人の友人と一緒にこっそりと外に出て、こういう街を目的もなくブラブラと歩いたの。どこにも行かず、ただ歩きながらおしゃべりしただけ。でも最も楽しかった思い出の一つよ。テレサ学園長がそのお友達さんを大切に思ってることが伝わってきました。ええ、彼女は私が一生をかけて追い求めた光よ。昔のことを思い出すより今は急いで行動すべきよね。まずは手分けして近くにいる人たちに話を聞いて、この夢の状況を把握しましょう。はい、任せてください。なんだか不気味だわ。みんな心ここにあらずって感じで、ぼーっとしたり話を無視したりしてる。こんな夢もあるの？ゼーレの様子を見に行きましょう。傷つけようとしてるわけじゃない。私たちはただ手伝いたいだけなの。離れてってば。ああ、もううるさいわね。気を使う必要なんてないでしょ。本当のことを教えればいいじゃない。ここの全ては夢なんだって。え、あ、待
そう、そういうことなのね。ねえ、聞いてた？何もかもがあなたの夢で現実じゃないって言ったのよ。私たちは夢に閉じ込められたあなたを起こしに来たの。どうして？は？あんたの話が事実だとしてもどうして目覚めなければいけないの？現実はすごく辛いのに、どうして夢を見る権利まで取り上げようとするの？なるほど、そういう夢なのね。大人になって世界は想像のように美しくないって気づいたとき、人は現実の無力さと不公平さを感じる。あらゆる方法を尽くしても現状を変えられないとき、彼らは無意識のうちに逃げることを選ぶ。考えることを諦めて心を麻痺させ自分の世界にこもるのよ。この夢が重苦しくて静かなのは、その主がこの先に希望があることを信じず、終わりのない停滞に陥ったから。かつて望んでた美しいものが夢の中に存在していないのは、現実にいる彼らはもう夢を見ないから。だから、この夢はこれほど安定してるのね。現実に絶望した人にとって、ここは唯一帰ることができる場所なんだと思うわ。それって、彼らを起こす方法なんてないってこと？だったら、物理的な手段で解決してみる？うん、それでも頑張ってみたいの。だってかつての私もこんな夢にとらわれてたから。あの頃の私は生きる意味を理解できずにいた。人工生命である私は他の集団に溶け込むことができず、ただ無関心のまま生きてた。彼らと同じように、あの頃の私は夢を見ず、未来にも期待してなかった。でもそんな時、私は、さっき話した友人と出会ったの。彼女も幼い頃から、暗い部屋で育ってきたから、外の世界のことは本でしか知ることができなかったけど、私と違って彼女は奇想天外な考え方をしてた。たとえこの世界がちっぽけなものだったとしても、彼女は様々なプレゼントをくれた。彼女が育てた花や鳥たちのために作った巣を見せてくれた。深夜に私を外に連れ出してくれたこともあった。彼女曰く、自分を抑えてる人こそ心の中で美しいものを願ってる。だけど手に入らないからこそ彼らは前に進む勇気を失ってしまうの。彼らが必要としてるのは一つのきっかけだけ。それは心を打つ物語だったり、綺麗な音楽だったり、共鳴するゲームだったりするのかもしれないけど、きっかけがあればもう一度希望を持ち、生活の雨風に抗い、明日の虹を抱きしめられる。ただ窮地を打破する勇気と力があることに気づいてないだけなの。
みんな自分の想像よりもずっと勇敢で思い通りにならない現実と向き合ってる。新たな可能性を作り出せるって彼女は言ってたわ。あんたばっかり話してるけどね、あんたは別に私を知ってるわけじゃないでしょ。その通りよ。あなたを一番知ってるのはあなた自身だもの。自分の望み、夢、当時の気持ちをあなたは全部覚えてるはずよ。それはあなたの勇気の源、前進するための原動力、あなたの心そのものなの。ずっとここに残ってても、あなたは満足することなく、ただ時間を無駄にするだけ。だったら自分の心にもう一度チャンスを与えるべきだと思わない？あんた。さて、ゼーレ、そろそろ行きましょう。え？もう終わり？彼女はまだ何も反応してないじゃない。説教で誰かを変えることはできない。でも今の話が彼女の心に衝撃を与えたことも事実。大人にとってはそういった変化があるだけで十分なのよ。そうかもしれないわね。あの時私に教えてくれてありがとう、セシリア。こんな夢もあるんですね。とてもリアルな気がします。でもそれならどうして夢で実現しないといけないんでしょう。どうしてかしらね。この広々としている感じ、今回の夢の主は無欲な人のようね。ここで考えてても仕方ないし、夢の主に状況を聞いてみましょう。こんにちは。おや、お嬢ちゃんたちは夢から目覚めるように彼を説得しに来たの？え、彼って？その、ここが夢だってわかるんですか？そうよ。でも残念ながら二人の力にはなれないでしょうね。ここは私の夢ではないし、私も彼が想像した家族でしかないから。ほら、人は年を取ると若者よりも寂しがり屋になってしまうでしょう。じゃあ
どうすればこの夢を終わらせられるかわかるかしら。それは手間がかかるだろうね。何しろこの夢がなければ彼はこの世を去っていくかもしれないから。え？ここに来るまで彼は何年も寝たきりの生活をしていた。この秋までは持たないと医者にも言われたの。彼と共にこの夢を見てるのは同じ境遇の人たちばかり。だからお嬢ちゃんたちに聞きたいの。希望を持てる者は夢から出ることによってその勇敢さへの祝福を得られる。でも未来のない人たちは一体何を得られるの？あの人はさっきのおばあちゃんが話してた人みたいですね。やってみましょう。何しろこの夢は数人の選択だけじゃなく数千万人に共通してる運命にも関わってるから。こんにちは若者たち。こんにちはおじいちゃん。こんにちは。私たちは人が訪れるのは久しぶりじゃ。さあここにお座り。大したものはないが子供をもてなすお菓子くらいならたくさんあるぞ。ありがとう。でもいいの、私たちはただ。そう遠慮するな。これも何かの縁じゃろう。せっかくここまで来てくれたんじゃ。わしがもてなそう。本当に大丈夫です。そんなに長くはいませんから。そこまでする必要は。ここがわしの夢じゃからか。ええ、ここが。え若者よ、あまりじいさんを甘く見るでない。邪魔のない海辺で朝から晩まで最愛の人と一緒に波の音を聞くなぞ。わしにとっては贅沢すぎる夢じゃ。年をとって初めて気づいたんじゃが、わしの本当に欲しいものはそういう平凡で静かで普通な日々じゃ。若い頃は多くの過ちを犯し時間を無駄にしていた。年老いて機械で命を維持するようになってようやく平凡な日々の大切さに気づいた。わしは手にしてきたものと引き換えにこの偽物の夢に居続けたいと思った。それでもお嬢ちゃんたちはわしに起きろと言うのかい？私たちは。ケーキを2個食べていいって約束したでしょ。え、こっちに向かってるあの2人は。ロザリオ、リリオ。私たちは目覚めた時にクジラのお腹の中にいたって気づいたの。ロザリオ、ロザリア。
待ってリリア、まずはこの話を最後まで聞いてちょうだい。バカ、相手をちゃんと見て。セエル、それにテレサちゃん、やっと迎えに来てくれたの。ロザリア、リリア、どうして二人はここに。さて、待ち人が来たみたいじゃな。ケーキを食べてお祝いしようか。この老人は、冗談はこれくらいにしておこう。元気な若者を見るとついからかってその決意を試したくなるんじゃ。どうか許しておくれ。この子たちを迎えに来たんじゃろ。はい、その通りです。どうやらわしもそろそろ夢から目覚める時が来たようじゃな。え、でも知ってるのよね。夢から覚めるとおじいちゃんは。ああ、病室のベッドの上に戻り、しばらくしてからこの世を去るじゃろう。もしわしが夢から目覚めようとしなかったら何が起こるんじゃ。それは。わしはな、80年以上生きてきた。この世の新三感苦の多くを味わってきたんじゃ。じゃが彼女たちは違う。若くて元気があって希望に満ちておる。そんな若者を何も変わらない夢に閉じ込めるなど、あまりにも残酷じゃろう。古い命はこの世界から退場すべきじゃ。新たな命に舞台を残すためにも。いいえ、おじいちゃん、この夢を諦めてなんて言わないわ。ほう？私、こういう夢自体は間違ってないと思うの。間違ってるのは人生の終点まで歩いていないのに未来を諦める人たちよ。私はあなたを信じてるわ。きっとこの二人の世話をしてくれたように他の若者たちの面倒をちゃんと見られるはず。そして今のように夢の外には彼らを待ってる生活があるって教えてあげて。そろそろ現実と向き合って人生を終わらせようと思ったんじゃが、まさかまだわしらの助けを必要とする若者がおるとはの。いいじゃろう、若者たちに年寄りの根性を見せようではないか。わしらの人生を無駄に過ごしてはおらんぞ。
これはまさか地震？バカ、私たちが夢を出るんだよ。うん、二人を安全な場所に案内するね。じゃあテレサちゃんは？私とゼーレにはまだ仕事が残ってるの。この夢は解体され始めたばかりで、より多くの人たちに加わってもらうにはまだまだ努力が必要なの。じゃあ私たちも一緒にやるわ。今回は私もロザリアの意見に同意するよ。すまないな。私は君のことを覚えていないんだ。タスラナ。タスラナ？聞き覚えのない名前だ。僕は君の演説を欠かさず聞いてきた。欠かさずにか。どうしてだ？僕にもわからない。本当は君よりさらに先を見続けた人を僕は知っている。本来なら彼女の一言一句を覚え、思い返し、自分の行動を決めていくべきだった。しかし僕にはできない。この時代の問題を解決するにはこの時代の考え方が必要だ。何はどうあれ、僕は君の知恵を、浅はかさを知っている。君が投げかけた問いについて考えたことがあるし、自分なりの答えも見出した。それでもなお、僕には今、知りたいと思っていることがある。この100年間、人知の頂点に立つ者として、生涯を思索に費やした結果、君は一体どんな答えを得たのか。答え？鳥はなぜ飛ぶと思う？それは飛びたいからだ。しかしありえない。どこまでも独りよがりなロマンチストの願望だ。僕も同じ理念を抱えている。それは子供時代を乗り越えること。だが欲しいからといってできるわけではない。なら君の答えは？飛ばないといけないからだ。
白亜紀に終焉の隕石が落下した結果、自由な鳥たちだけが滅亡の定めから逃れられた。何を言っているのかよくわからない。それでも適合者のみが生き残れると信じているんだな。結末は全てを検証する試金石となり、勝利のみが氷となる。ならば若者よ、私が死ぬ前に最後にもう一度演説をしよう。今回語るのはイカロスという若者、そして君に知ってほしいんだ。墜落するために飛び上がる人間もいるのだと。夢の集合体が乱れているのか。テレサがここを出てからすでに時間が経っている。誰かがここで想像を試みているのだろうか。あれ、知らないおじさんだ。やった、助けが来たよ。ちょっと待って、どう見てもいい人じゃなさそうだけど。大丈夫だよ、ちびっこ先生だって最初はいい人に見えなかったもん。そういう問題じゃないと思う。何をしている？聞いたらきっとびっくりするよ。僕たちは今おっきな飛行船を作ってるんだ。空の一番高いところまで登って、その先まで飛んでいくの。それと海の一番深いところとかにも行けるよ。誰も思いつかない飛行船を作って、みんなの知らない場所まで行くんだ。どう？一緒にやってみない？君の名前もそこに刻んでおくから。ちょうど重たすぎる材料もあって。君たちは難しい仕事をしている。ならそれなりの理由があるんだろう。だって何も変わらないなんてつまんないでしょ。初めの一歩を踏み出せてこそ本物の冒険者になれるってちびっこ先生も言ってたよ。まあ興味ないならいいや、僕たちだけでやるから。おじさん、バイバイ。なるほど、これは君の力ではなく、君が彼らにここを変えようと思わせたのか。鳥は空へ羽ばたきたいと思ったがゆえに、自分のために翼を作った。しかし成婚計画を覆すにはまだまだ足りない。彼らにきっかけを与え変わろうと思わせたとしても、この夢を突き破れるかどうかは彼ら次第だ。世界を変える力と執念を平凡な人々が持っていると君は本当に思っているのか。いや、信じているからこそ全力を尽くしてこんな導きを残したんだろう。
イカロスの物語なら知っている。職人の父と作った羽の翼を身につけ、彼らを捕らえる島から逃げ出そうとした。しかし父の忠告に従わず、上がってはならない高さまで飛んでいった。最後は太陽の光が羽を固定する蝋を溶かし、彼は海に落ち溺れ死んだ。ほう、随分と博識なんだな。だが私のように彼と話したことはないだろう。彼は神話に存在する人物だ。君と同じだな。だからこそ彼は存在していたと言える。イカロスはうぬぼれゆえに、それが招いた事故によって命を落としたとみんなは思っている。しかしもしそれがずっと昔からやろうとしていたことだとしたら、彼は幼い頃こんなことを言っていた。私は天へと飛び上がり、落ちることで勝利を迎える。彼らの理想は真逆で、自分の理想が踏みにじられることを望んでいる。彼こそが君の見たもう一人のヒーローなのか。だがそれに何の価値がある。他人に踏みにじられる階段を与え、己の失敗で高くまで飛ぶなと戒めるためとでも。逆だ。彼はあえてあることを証明したかったんだ。私は太陽の目の前まで飛び上がった。そこは誰もが及ばない場所だから、誰かが私を超えられるかもしれない。さて、鳥はなぜ飛ぶと思う？その通りだ。日が落ちぬよう僕は空へと飛び上がり、君たちの光を奪い去る。そして僕は溶かされ海に落ちる。それを奪い返したいのなら、君たちは僕よりも高いところまで飛ぶべきだ。それこそが子供時代を超えた先にある大人の論理だ。今の君は果たしてそれを悟っているのだろうか。天元のもの。
座って話しませんか。この時代の人と交流する機会はあなたにとってそう多くないでしょう。ある戦友は僕にこう話した。僕たちは原始人だ。洞窟の入り口に背を向け、手足を縛られ地べたに座って、後ろから照らしてくれる炎を頼りに目の前の石壁を見ることしかできない。たまに炎の光によって石壁に何かの影が見える。その影たちが僕たちの目に映る世界の全てであると。影が僕たちの全てなんだ。それはあなたの足元にある特殊な影のことですか。いや、これはキマイラによる現象だ。人は夢の中で自由になれるが、崩壊獣は夢の中でのみ考えることができる。キマイラはあらゆる崩壊獣の夢を集め、人類の夢の中でその影たちを生み出した。もしその話が単なる比喩でしたら、問題はよりシンプルになります。何が言いたい。プカさんはすでにその洞窟を出ています。だからあなたにだってできるはずです。そうかもしれない。聖魂計画がなければ、君たちの世界に溶け込むには決意が必要だが、難しくはない。本当に難しいのは、それをした後に全てをどう捨てるかだ。オットーのようになりたくないんですね。そんな必要はない。もちろん君たちにとって僕の傲慢は彼のものにも負けないだろうが、何しろ最初から僕は棺桶を作る役割を担っていた。世界が滅亡していく日々の中、毎日たくさんの人が死んでいく。そして分かりやすいことに、条件さえ満たせば人々はありったけの知恵を絞り、さまざまな棺桶、墓地を作り出す。それは人類の未来に何のメリットもないが、文明のためにしなければならないことだ。聖魂計画と何の違いもない。そう思わないか。そうかもしれません。ですがポジティブな視点で言えば、戦場に出る戦士たちは手紙を用意します。宿舎、輸送機、あるいは列車や船の中で、みんな未来に対する希望や託したいことを書くのです。結果がどうであろうと、私たちが信念を持って行った行為は決して意味のないことではありません。私たちは
美しいもの、美しくなろうとしているもの、大事なものを守ります。ちっぽけで徒労に見えるかもしれません。しかしそれはまだ種だからです。美しさを育む種はいつか一面の花を咲かせますから、何があってもケビン、あなたは最初からその中の一人です。それは僕の自信を超えているな。少なくとももうすぐ訪れるあの戦いで僕たちは全力で相手を殺さなければならない。それは変えられない事実で、崩壊に勝つための唯一の方法だ。分かってます。何しろあなたの親友であるスー、彼はすでにその事実を受け入れていましたから。そう言われてみれば確かに僕も彼も成長しているな。言葉にしたことはありませんが、彼にとってあの時代で最も勇敢で最も強い人はあなたなのだと私は思います。あなたは私たちの前に立ち、全てが無価値であるかのように振る舞ってきましたが、それはあなたの後ろに誰もが生還できない本物の深淵があるからです。聞くことも賭けをすることもできないあなたは、それでも最後の可変要素を彼に、そして私たちに託したんですよね。そんな風に僕を肯定しなくてもいい。僕は君の敵だ。それ以外の何者でもない。分かっています。だから正々堂々とあなたを殺す。もっと正確に言えば、あなたの象徴であるその概念を殺す機会があれば、私と仲間たちは決して迷ったりしません。それでいい。ヘクトールは王国が陥落することを知っていて、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解した。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。私たちの神話を用い、あなたはそういった偶話を残しました。まさか最初からこの決戦を予想していたんですか？いや、そうなってほしいと望んでいただけだ。
私たちはキアナを、あらゆる人類の律者を信じています。もちろん別の角度で言えば、あなたのことも信じています。面白い。別れの時間だ。最後のカスラナによろしく伝えておいてくれ。ええ、そうします。さようなら、最初のカスラナ。皆様ごきげんよう。こちらはリタロス・バイス。これより第8次状況報告を開始いたします。ヴァルキリーたちが奮闘し続けた結果、聖魂計画が作り上げた夢の集合体はすでにぐらつき始めています。長光様の計算からすると、現在の状態であれば夢の塊はおそらく35日後に。少々お待ちください。新たな資料がアップされたようです。申し訳ございません。先ほど共有させていただいた情報に間違いがございました。デュランダル様が先ほどケビン・カスラナの本体から取ったデータを見たところ、現在のモデルを基準に計算すると、夢の塊の解体はケビンさんの影によって補修されてしまうことが分かりました。すでに閉じ込められている人の夢を拡張した夢の塊から薄めた夢の塊へと導いたとはいえ、ケビンさんの影は
全く違う存在のようです。待って、全く違う存在って何よ。長光を呼びなさい。はっきりと説明してもらうわ。やっぱりテスラ先輩なら焦ると思ったわ。あんたも聞いてたのね。じゃあ早く説明しなさい。一体どういうことなの。簡単に言うと、ケビン本人は知らないかもしれないけど、彼に支配された終焉の力は崩壊獣のやり方で夢の塊を補修してるの。具体的に言うと、意識的もしくは無意識的に人類の夢に崩壊獣の夢を植え付けてるってことよ。はい。崩壊獣は夢を通して考える。みんなもこの情報を知ってるわよね。ちょっと、それはただの比喩じゃないの？確かにその通りよ。でもその表現なら、今のケビンが夢の塊に与えてる影響も説明がつくの。人類の考え方は、メームを共有することではなく、物語を作ること。それは私たちが夢の塊を破る根本的な理由にもなる。しかし崩壊獣にとってメームはその全てで、聖魂覚醒者の物事をつなぐ天性のように、それがあるから崩壊獣は聖魂計画にとって天然の接着剤になった。そして想像とは完全に無関係だから、聖魂覚醒者に対するような力の導きは崩壊獣に使えない。とにかく具体的な技術はみんなに送っておいたから確認してみて。つまり僕たちの行動に問題はないが、それでも効率が悪いってことかい？ち、一体何なの？あのキマイラってやつ、邪魔ばかりしてくれるじゃない。しかし、そういった状況なら、テレサ様の夢食いの能力に頼ることはできないのでしょうか？理論上問題はないが、おそらく効き目はほとんどないだろう。もう、あと一歩だっていうのに。あ、夢でも実物があるように扱えるなら、影という存在は。ちょっと、実は少しリスクのある策を思いつきました。技術的に可能かどうかは分かりませんが。もう、可能かどうかは話してみないと分からないでしょ。早くしなさい。今はアイデアが一番足りてないの。
本当に全然違うね。やっぱり賑やかな方がいいよね。お祖師様は確信してたみたいだけど、四季の律者は本当にここにいるのかな。休むべき時に無理をしすぎると今週の成果は予想以真剣に毎日を過ごす習慣を。今日は十分頑張ったでしょ。あとは任せて。
部屋で休みましょう。ずっとこのままだと体が持たないわ。